これは大変じゃないですか。この人やばいなみたいな思いましたね、常識的に。結婚してからはもう出てくから。じゃあ私も謝りたくなります。Hey guys and girls, it's Kathy Cat. Do Japanese girls fight with their loved one? Is a question we got asked. So, we're going to hit the streets and ask Japanese girls if they ever fight and what the reasons are for those fights. Don't forget, hit the subscribe button to get more stuff from us and tick on the notification bell. Let's go and ask Japanese girls. 今まで人生の中で恋人と喧嘩したことありますか？めちゃくちゃあります。お、めちゃくちゃ。うん、すんごくあります。うん、例えば何ですか？一番最後に喧嘩したやつだと、私がこう真面目にこう会社だったりそういう飲み懇親会みたいなところに行った時に、こう今本当にそこにいるのみたいな位置情報をちゃんと送ってって言って、それで最初に送る分には別にいいんですよ。だけど1時間とか経った後にもう一回送って、もう一回送ってって3回ぐらいやられて、最後には本当にいたのみたいな感じで、で信用できないみたいな感じで言われて、たりはして、友達と出かけた、自分が友達と出かけてて、それで疑うならまだ分かんなくもないですけど、その会社でとかそういう真面目な時に携帯頻繁にもいじれないし、それで怒られてもっては思いましたね。わー、これは大変じゃないですか。いや、もうこの人やばいなみたいな思いましたね、常識的に。なんか自分の自由がない。そうですよね、本当に、うん、基本別に束縛されるの基本大丈夫なんですけど、さすがにそれは社会で通用しないよと思って、まあそれがこう別れる原因になったんですけど、最終的に。やっぱりその束縛、まあ職場の時にはもうしょうがないですもんね。しょうがないですね、本当そこら辺は割り切ってもらうしかないっていうか、考えてみれば分かるんじゃないのみたいな感じでは思いますね。相手はまだ学生ですか？いや、社会人です。じゃあ分かるはずなんですよね。そうなんです。だから私も相手がこう会社の先輩と飲みに行くとかってなった時は、返信がめちゃくちゃ遅くても文句は言わなかったんですけど、なのに言われたから余計わからないと思っては言いました。解決もばっかれるですね。こっちはそうするしかない。おうおう、遊園地に行ったんですよ。私コーヒーカップぐるぐる回るやつがダメなんですよ。 でもどうしても彼氏が乗りたいって言われちゃって、でもぐるぐる回るのはもう目が回ってダメだから、本当にダメって言ったんですけど、結局の乗る羽目になって、で乗った後やっぱり目回って休みたいって言ったら、え、じゃあなんで乗ったのみたいな、え、そんなになると思ってなかったって返されて、だから言ったでしょってなって気まずい思いをしました。なんて調理不尽じゃん。これ解決はないんですか？なかったんですか？謝ってもらいました？多分本人がそこまで目が回るっていうのを分かってなかったから、最終的にもう次は乗らなくていいよって言ってはくれました。あ、はい、じゃあ分かってくれた感じですかね。一応分かってはくれましたって感じですね、はい。あ、付き合ってどれぐらいですか？8ヶ月ぐらい。その間でちょっとでも喧嘩したことありますか？喧嘩っていう喧嘩は多分ない。喧嘩らしい喧嘩はしてないと思う、はい。喧嘩らしくない喧嘩は何ですか？なんか私のプリンみたいなもありました？一方的に怒ってることならありますけど、あんまり喧嘩にはなんないという。あ、じゃあその中に一つを選んでください。時間遅れたこととか。あ、時間今日遅れてますね。誰が遅れた？1時間遅れましたね。彼が？はい。1時間。あら、日本人は時間に厳しいって聞いたんですけど。そうですよね、おかしい。1時間遅れた理由は？いや、時間間違って、でちゃんと時間守った気持ちでいたら、バス乗った時に見たら時間間違ってて、ごめんなさいってすぐ送りました。全然間に合わないって感じ。もう集合時間に出発してたみたいな感じだったんで。そうですか。じゃあお詫びに何かしますか？何か奢ってあげたりとか、飲み物とか。どうしますか？どうしますか？タピオカミルクティーでも。おお、良さそうですよ。タピオカ。
ハッピーオークメルキティで1時間の遅れをセーブしましょう。許します許します。よかったです、よかったです。じゃあ結構日本人はあんまりカップル喧嘩しないイメージなんですか？いやー、なんか喧嘩してる人は知ってますけどね、うん、知り合いの話聞くと結構そうすぐ喧嘩してるイメージがあります。知り合いはよく何で喧嘩してるんですか？なんか自分がやりたいことに付き合ってくんないとか、あんまり構ってくれないとか、なんか女の子といっぱい一緒にいるから嫌だとか、そういうのでふんってなってるのはよく見ます。いいそう、こういう喧嘩そういうのは見ます、うん、海外にもよくある今誰かと付き合ってますか？付き合ってないです。結婚してるので娘おおなんて付き合ってはいないですけど、旦那さんはいます。価値観の違いで喧嘩はしたことはありますけど、解決方法は旦那さんがすぐ謝る謝ってもらう。はい、私からは謝らない。価値観の違いってどういう意味ですか？経済的だったり、お食事の趣味だったり、おしゃれとかのその趣味の価値観だったり、子供のことだったり、あとはこう女性はこうあるべきとか、男性はこうあるべきとか、そのやっぱり結婚前提に付き合ってくるとそういう考えが出てくるので、そういう価値観の違い。じゃあ自分は負けないで。負けないその時に何言えば旦那さんが謝ってくれるんですか？付き合ってた時は別れましょう。強い言葉で結婚してからはもう出てくからじゃあ私も謝りたくなりますそうするとごめんなさいって言ってくれるからこれメモっちゃおう一番最近なんか喧嘩したことありますか？あまりないです。もうあの娘が19歳だから19年20年ぐらいになるので、もう喧嘩になりそうと思ったら先にね、私の顔色見てパパが謝ってくるいなくなられたら困ると思ってるみたいで、私のこの目の表情とか口の表情ですぐ謝るよね。怒ってるかもしれない、すいませんみたいな。そう、あごめんね、そういう意味じゃないんだみたいな。でこの子たちは分かって、うんうん、それがいいよパパ、うんうん、それがいいよみたいなあのお父さんとお母さんが喧嘩してるところ見たことありますか？あんまりないかもしれない。娘たちが大きくなると、娘たちがこうパパにこう目で合図するっていうか、謝っちゃいな謝っちゃいなみたいな、危ないよみたいな感じだから長く続かない平和平和、今平和ですねじゃあ自分はまだ付き合ったことないっていうことなので、こういうことが自分の恋愛にあったらちょっと怒るなみたいな、遅刻とか上着とか、何が喧嘩になりそうな原因ありますか？自分の時間をくれなかったら怒るかもしれない。ちょっとネチネチすぎる？すぎるのはちょっと、やめてうざいってなっちゃいそう。束縛ダメよね。束縛はダメ。じゃあそれの解決は？自分の自由な時間をもらう、束縛しないっていうのが、そこが。お互いにだからしないのが一番ってよく娘に言ってるね、はい、最高。はい、じゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございます。So much about Japanese girls fighting with their partners here in Japan. How was that for you guys? Do you fight or do you not fight? Let us know. And what might be the common issues that girls and guys fight about in your country? Maybe it's something common like you're late or you didn't tidy up or something like that. The director is doing squats. I think that's not something I would fight about with him, but maybe if he tells me not to eat chocolate, we're gonna have a serious discussion. On that note, guys, let us know in the discussion down below what you would fight about or what people generally fight about in your country. I'd love to find out. Also, don't forget to leave this video a like if you enjoyed finding out what's happening here in Japan. And I'll catch you soon for more of our contents coming straight from Japan out to you if you're subscribed. Thank you very much. Please don't forget to also hit the notification bell so you don't miss any future videos that we bring you out here from Tokyo out to you wherever in the world you are. Have a great winter and I'll catch you soon on Ask Japanese. Bye!